建て替えとリフォームどちらがお得なの？建て替えた家が狭くなったのは法律のせい？最低限のリフォームでは解消できない問題って？皆さんこんにちは、オリバーチャンネルナビゲーターの林愛菜です。今回はですね、古い家をリフォームするか建て替えるか迷った時の考え方と見極めポイントをご紹介しますよ。それではどうぞご覧ください。さあ、まずはリフォームと建て替え、それぞれのメリットとデメリットを確認しましょう。リフォームのメリットはこの3つです。1、建て替えるより費用が安い。2、引っ越ししなくていい。3、お気に入りや思い出が残せる。リフォームの場合は水回りや外装など改修が必要な部分だけを変更することも可能なので、建て替えよりも予算が安くなることがほとんどです。スケジュールや予算の計画も立てやすいので、ライフプランに合わせて優先順位や出費を調整することも可能です。また間取りを変更するような大規模改修の場合は別ですが、基本的にリフォーム工事は普段の生活を送る傍らで進行していきます。なのでわざわざ仮住まいを用意する必要がありません。そして親世代の実家を受け継いだ場合などは、家に刻まれた思い出をそのまま残すことができるのもリフォームのいいところです。住宅設備は新しい方が嬉しいですが、今まで暮らしてきた家族の思い出や築年数を経たからこその趣が残っている方がリラックスできる時もありますよね。では続いてリフォームした時のデメリットを考えてみましょう。1、将来のメンテナンス費用。2、バリアフリー改修できる範囲が制限される可能性がある。主に考えられるのはこの2点です。必要箇所だけをリフォームしても他の部分が経年で劣化していけば必ず修繕が必要となります。よってリフォームしなかった部分、特に目に見えない構造躯体や断熱材などのメンテナンス費用のことも今後の維持費として考えておく必要があるでしょう。また廊下とお部屋の間に段差があったりするような作りの場合は要注意です。段差を解消したいとご希望されても完全にフラットな状態にできない場合があるからです。例えば過去にリフォームで床の重ね張りをした場合もそうです。そもそも廊下とお部屋の床の高さが違う場合は、敷居を外すだけでは床の高さがフラットにはなりません。しかしどちらかの高さには揃えなくてはならないので、その場合は廊下側とお部屋側両方の床を張り替える大掛かりな工事が必要になることもあります。ですからリフォーム工事での段差解消が難しい場合や大掛かりな工事にはしたくないという時は、段差解消スロープをつけることで対処することになります。では次に建て替えのメリットについて確認していきましょう。メリットはこの3つです。1、当分の間はメンテナンス工事をしなくていい。2、生活動線に配慮した間取りにできる。3、新築ローンの方がリフォームより金利の安いプランがある。建て替えの場合は住宅設備や建材も新品になるので、しばらくは住まいのメンテナンス費用のことを考えなくてもいいのが嬉しいですよね。使用する設備などにもよりますが、だいたい10年ほどはメンテナンス工事で急な出費がなんてことはないでしょう。建て替えの場合は初期費用こそ高いですが、設備の性能や素材が良ければ光熱費などの費用が抑えられる場合もあります。よってランニングコストを抑えることができるのも魅力ですね。特に建て替え前のお住まいが 2×4 の場合は、構造上リフォームで間取りを変更するとなるとコストも手間も時間もかかります。希望の間取りを叶えたい場合は思い切って建て替える方が早いケースもあるでしょう。生活スタイルの多様化に伴い、昔と今では生活動線が変化しています。
間取りの変更に伴い生活動線が変わると家事効率もアップするので快適に過ごせるようになりますね。また新築への建て替えの方がリフォームよりも低金利のローンを取り扱っている会社が多いというのもポイントです。それに加えて新築の方がリフォームよりも返済期間を長く設定できるローンがあります。このようなことも新築に建て替える時のメリットと言えますね。続いて建て替えのデメリットはこの3つです。1、リフォームより費用がかかる。2、工事中は別の住まいを用意する必要がある。3、建て替える時の法律や基準に沿ったプランにすると今のお住まいよりも建物の大きさが小さくなることがある。建て替えの場合はリフォームと違い工事中は別の住まいを用意しなくてはなりません。よって必要となる費用は解体費用、新築工事費用、登記費用、仮住まいの費用、場合によっては上下水道改修費用がかかってきます。それに加えて仮住まいへの引っ越し前には家の中の荷物を整理する必要もあります。家具や家電を入れ替える場合は廃棄費用もかかりますし、断捨離に伴う労力も発生します。建て替えを選ばれる場合は少しずつ荷物を整理しておくことをお勧めします。そしてもう一つ、建て替えの場合に注意していただきたいのが、建て替えると建物が小さくなることがあるんです。昔は規制が緩かったので隣の家の敷地ギリギリまで家を建てることができたかもしれませんが、現在の法律や基準では建蔽率等の関係で同じ面積の住宅を建てられないことがあります。特に家の前の道路幅が4メートル未満の場合は要注意です。建築基準法では建物を建てる敷地は原則として幅4メートル以上の道路に間口2メートル以上で接することと規定されているんです。何それって感じですね。なんだか小難しい話になりますが、建築基準法で認められた道路の幅が4メートル未満の場合は建築基準法上の道路の中心線から2メートルまでが境界線となり道路とみなされます。ですのでたとえ敷地内であっても建物は建築できないということなんです。ちなみに道路とみなされた部分に関しては敷地面積とみなされず、建蔽率や容積率の計算から除外されます。そういったことから場合によっては建て替えた家の方が今の家よりも小さくなる可能性があるということを知っておいてください。さて続いてはリフォームか建て替えかを築年数で判断するポイントをご紹介します。キーワードは耐震性です。建築基準法における耐震基準は1981年6月と2000年6月の2度改正されています。1978年の宮城沖地震の後、1981年に建築基準法の改正があり、壁量の規定が見直されました。その後1995年の阪神淡路大震災の後には2000年にも改正があり、木造住宅の耐震基準である壁量計算の方法が大幅に変更されたんです。このことからも分かる通り、1981年5月までに建てられた建物については現行の基準より2つ前の耐震基準が採用されています。現行の基準で建てられた家であればリフォームでもいいと思いますよ。ですが1つ前の新耐震設計基準で建てられた家は耐震リフォームが必要になってくるかもしれません。加えて設備の交換費用や水道改修工事の費用を含めるとリフォームより建て替えの方が安い可能性がありますから、そのあたりはしっかり精査が必要ですね。そしてこれからのことを考えると、1981年5月以前に建てられた建物に関してはリフォームより建て替えの方がいいでしょう。最大震度7を記録した2016年の熊本地震のデータでは、倒壊した建物のおよそ 72% が
1981年5月以前に建てられた建物でした。よって地震への備えが第一優先とお考えの方は建て替えの方がいいと思います。耐震基準が2000年基準で、水回り設備や外観、内観だけをリフォームすれば OK という場合はいいんですが、例えば家が傾いている、そして冬は寒く夏が暑いので断熱性や気密性を向上したいという場合は、改善するための工事がかなり大掛かりになってしまうので建て替えをおすすめします。ちなみに家が傾いている場合に考えられる理由は主に2つです。まず1つ目、家を支える柱や土台などが劣化や腐食して家が傾いてしまった場合。傾きの原因としてはカビや雨漏り、シロアリや経年の老朽化が考えられます。そして2つ目、立っている場所の地盤が弱く、地盤沈下により家全体が傾いている場合。地盤調査が義務付けられたのは2000年6月の建築基準法改正からです。よってそれ以前に建てられた建物の中には地盤調査をしていない建物もあるんです。もともと地盤が弱い場所で建てられている場合は修正する工事ができないわけではないですが、かなり大掛かりな工事になること、そして修正しても時間が経てばまた地盤沈下の可能性がゼロとは言えないことからも、家全体が傾いている場合は地盤改良した上で建て替えされる方がいいと思います。さあ、いかがでしたでしょうか。今回はリフォームか建て替えか迷ったら考えるポイントをお伝えしました。親世代の家を受け継ぐ場合だけでなく、中古住宅の購入を検討されている方にもご参考になったのではないでしょうか。今回説明しましたポイントを踏まえて、リフォームするか新築に建て替えるか家族でぜひ話し合ってみてくださいね。おりちゃん、最後になりますが、この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次回もお楽しみに。オリー、バイバイ。